里崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ3回目にして羽川さん登場です。はい、はい、やっと出させていただきました家で、あ、もう始まってると思いました。そうそう、もうあの時間がない、はい、25日までに終わらさなきゃいけないで、毎日ね、はい、毎日っていうか急ピッチと編集の都合上月曜日に出せないんで、はい、月曜日と火曜日のプロスピが交代です、はい、でこれは火曜日ですけど、だからまあ週5回、だから今週と来週で終わります、はい。あとですね、あのコメント欄にもあったんですけども、いや3年後とか5年後とか10年後のドラフト評価があれば面白いのにっていう人あったんですけど、はい、もうあります、ちょっと前にね、はい、あの探してください。もっと前に約20年分のドラフトの評価をやってるんで、はい、かなりこと細かに調べましたからね。そうですそうです、だからあります、はい、あとあの佐々木チャンネル毎日ご視聴の皆さん、そういうコメントにはありますよってもうコメント打ってあげてください教えてあげてください。結構いる、はい、さあということで、はい、今日は楽天やります。お、楽天いきますか。はい、あ、まあ、去年のドラフトの通信簿からやりましょう。はい、じゃあ振り返りから、はい、はい、去年はね、はい、1位が小深田選手と、うん、あの内野ならどこでも守れる手腕の打撃も持ち味っていう、ね、はい、まあ抜群の走塁センス、うん、足はプロでもすぐ使える、うん、なかなかいない脚力と絶賛っていうね。いやでも今年89試合そうですね出てて、ここまでね、はい、でまあ78アンダー、まあ、打点20、盗塁14と、まあ、2割7分3厘、はい、まあまあいいんじゃないですか。いやいいですよ、だって今森選手怪我しちゃったじゃないですか、ね、まあまあそれはもう分かってたことなんでね、はい、ま、毎年なんで。いやだから小深田選手取ってなかったら、そうそうそう、結構やばかった、昔は良かったですよね、はい、すごいよ。だそういったところでね、はい、で2位がまあ黒川選手と、うん、あのまあ高卒なんでね、はい、まあ、その中でもまあ2軍ではね50試合に出て、はい、まあ、ホームラン5本、打点25、2割8分6厘、うん、まあ高卒で考えたらいい感じじゃないですか。はい、1軍でもね9試合ぐらい出てます。10試合です、10試合だ。でちょろっと来てっていうところですけど、はい、まあまあこっからなんで、まあ、まあまあいいんじゃないですか。はい、で3位が鶴崎選手、うん、あのトミー・ジョン手術から復活し最速153キロの速球とスプリットで三振の山を築くって、うん、好きな言葉は筋肉は裏切らない確か登場曲も筋肉マンだったかな。そうなの、はい、筋トレ好きなんですよね、はい、っていうところで、はい、まあ、31試合とまあ1勝1敗1ホールド 3.90、はい、まあまあぼちぼちだね。まあまあいいか、まあ、1軍にはずっといるんでね、はい、そうですね、まあまあ、しかも今年あの途中から中継ぎ陣が崩壊したっていうところを考えると、はい、まあまあ1年間投資を頑張っていいんじゃないですか。いやもうその時にすごい助けてくれましたから ね、うん、で次4位、はい、武藤選手、はい、高卒、はい、都城東、そうですね、都の城から、これ都の城だと思います。福岡なのに、はあ東城、都の城だよね普通ね多分、はい、うん、で、あの広角に打ち上げる打撃センスが光り1年次から4番として打線を牽引した、投げては140キロ超えで、はい、強肩を外野手でも生きるっていうね、うん、ところですけども、1、2軍ともに出場なしっていうね。あ、2軍でも出てないんですね。そうなんですよ、だからまあ怪我か、うん、はい、もしくはもう体力がないから体力強化か、ゆっくり分かんないですけど、うん、でここがね、はい、よく分かんないところよ。そうですね、あの1試合も出えへんってね、うん、たまに言いますけど、はい、いや怪我な、まあそこまで情報知らないじゃないですか、はい、だからそこね何なんだろうっていうね。しかもドラフト4位っていうねところで、うん、結構上位で取って、はい、で5位、はい、福森投手、はい、最速154キロのストレートで決め球のスライダーで三振を量産する本格ワウワン、はい、九州産業大から、はい、なんか1軍出場はないんですよね。で2軍で7試合2勝1敗1セーブ 11.12、まあ、さらなる努力を期待したいっていうね、はい、次6位、滝中投手、うん、本田鈴鹿から140キロ台中盤の直球はもちろん打者の左右関係なく使えるカットボールが絶品っていうね、はい、昨日ちょうど、いやー、ね、もういい形で完封できるんじゃないかってね、うん、思ったんですけど、まあ、惜しくもっていうところでしたけど。そうですね、だから2軍でもね9試合で2勝1敗防御率 1.72 と、はい、2軍でもねしっかりとした活躍を出しての1軍、うん、4試合で1勝1敗 3.63 防御率ということで、はい、まあ、来季に向けて期待だね。そうですね、まあ、1年間通して即戦力にはならなかったけども、うん、来季に向けてはいい形でね、このままシーズン多分、はい、まあ、まだ投げると思うんで、はい、まあ、終わっていけると思うんで、まあ、いい形ですね、うん、来年先発ローテーションにね、そうですね、入ってくれば。で7位キャッチャー水上選手ね、はい、明石商業から
17試合で2安打0枠8分3厘、まあさらまあ、高校生ですからね、はい、まあ、ここからね、頑張っていてもらいたいっていうね、うん、はい、キャッチャーですね、はい、育成が江川、小峰、山崎、沢野の4名というところで、まあ、そんなに試合出てないんだよね。江川投手も3試合、沢野投手も3試合っていうところでね。で、小峰選手と山崎選手にしては2軍も出てないんですね。そうそうなんですよね、うん、っていう、まあ、ドラフトでしたけども、はい、まあ、あの1年前のね、石井 GM、 小深田はウェーバー順で2位で取れない可能性があった、うん、ショート3塁でレギュラーを争えると思っている、育成3位指名のハワイ大山崎は試合下選手を脅かすポテンシャルって、ね、おでも試合出てないんでポテンシャルも下手くれもないやったな、ちょっとそこね、うん、ちょっと分かんない、ちょっと情報不足だったんですけど、まあでも小深田がね、はい、あのいい感じで模擬のね、うん、まあ、あの穴を埋めながらっていうところで、まあ、いい形で ねこうやって出てくれるとやっぱり嬉しいですね、うん、だからね、楽天のあこれね、何回も言うんですけど、はい、あのコメント欄にもあるんですけど、うん、この選手はもともと育成型だった社会人だけどっていうコメントもあるんですけど、はい、いや別にあの新聞、あとチームの人のコメントで、はい、即戦力って書いてあるわけ、はい、だから俺はそれを言ってるわけで、はい、別に俺が決めてるわけじゃないのね。1年前の全ての雑誌、はい、新聞、ネット記事でチーム関係者、はい、もしくは媒体、うん、本人が言ってるわけ、はい、1年目からって言って、はい、でそれを見て俺は即戦力なのかと思って即戦力になってませんねって言ってるだけで、はい、俺のコメントじゃないのね。まあ、この新聞とかの事実に基づいたコメントってことですね。そう、まあ、即戦力の俺 の、はい、あの定義は、はい、ほぼ1年間やっぱり1軍でいないと即戦力じゃないよね。そのたまちょこっときてちょこっとやって、うん、一緒ですじゃ即戦力じゃないじゃん、はい、だから先発ピッチャーだと、まあ、通常はローテーション入ってる人が25試合ぐらい投げるから、はい、12、3試合登板って言ってるね、半分、うん、でも今年で言うと、まあ、20試合強だから、うん、まあ、最低でも10試合先発で登板して結果をどれだけ残したかで即戦力かどうか判断、はい、で中継ぎ投手陣は大体40試合ぐらいは絶対投げるから、うん、その半分の、まあ、20から25試合登板はマスト、はい、中継ぎは、うんうん、で野手でいうと去年はいつも143試合だから、うん、まあ、100試合野手途中からでもいいから、はい、うん、だから今年でいうと120試合だから、まあ、80試合ぐらいは途中出場でもいいから出てると即戦力っていう俺は定義なの、まあ、即戦力になれたっていう、なれたっていう、うん、それに達してなかったらもう俺の中では即戦力じゃない、うん、そんなちょろっときてちょろっと1ヶ月ぐらい活躍しました、じゃあちょっとっていうね、はい、だからレギュラーとしての戦力が即戦力だと俺は考えてるから、はい、だからそこが定義だと。わかりました。じゃあそういうところを見て通信簿をやっていきましょう。そうそうそう、はい、だからね、楽天昨年ドラフト通信簿、はい、ABC 評価でいうとおA です。おお、まあ、やっぱりね、この小深田の活躍と、はい、まあ、鶴崎っていうところの中継ぎ陣の活躍もあるし、はい、でまあ、高校卒業の、まあ、黒川選手とかは、うん、まあ、いいところも見せてるんで、2軍でもね、はい、来季に向けてって、まあ、高卒で1年目はまあないんで、うん、であとは、まあ、滝中投手が、まあ、終盤ね、良くなって、来季に向けていい、まあ、いいところもあるんで、はい、まあ、6位の指名でっていうところを考えると、まあ、いい形なんじゃないのかなっていうところで、うん、まあ、1年目のね、これがまた3年ぐらいだったら、はい、B ってなるかもしれないし。そうですね、うん、また黒川選手とかがめちゃくちゃ S とかになってるなるかもしれないし、小深田選手がガーンと落ちるかもしれないし、ね、まあ、それは分かんないけど、1年間だけの、うん、はい、うん、で言うと A です。はい、佐藤崎的だ、佐藤さんの定義でいう即戦力が、まあ、2人出てるっていう。そう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 、ね、でしかもそれがまあこう大卒と社会人っていうところで、はい、まあ、しっかり狙い通りのドラフトが、まあ、なったっていうところで上位から出たと、はい、はい、まあ A ですね。はい、さあ、というところで、うん、続いて今年のドラフト、うん、今年のドラフトで言うとですね、はい、楽天は現状で、うん、まあ、得点が452というところで、うん、パリーグ1位、はい、で失点が423で、パリーグ4位、うん、で本塁打が99本で2位、うん、で盗塁が55で最下位じゃん。盗塁やっぱね、全然足使う野球するっつってて全然使えてないんだよ。そうなんですね。結局はこれがね、あれだよ、はい、俺もそれも佐々木のことだよって言われるんだけど、はい、優が安し、はい、まあ、優のはただですから。そうそう、簡単ね。でも、はい、うん、俺はね、解説者評論家だからそれが仕事だから、はい、言いまくるけど、うん、現場がそれが少ないからって変えてそうなって最下位じゃ、はい、ちょっとやばいよね。続いて打率2割5分8厘、ここパリーグ1位、はい、
お、1位なんだ今打率、うん、はい。で防御率 4.19 でパ・リーグ5位。ああ、そうなんだ。エラー数が52で同率4位、うん、西武とっていうところで、もう明らかにチームに足りないところ分かりますね。やっぱりピッチャーですか。投手力と、うん、走力、はい、ディフェンスです、はい、で要はディフェンス面が明らかに、うん、あの今年の1年間の感じでいうと打撃に比べると落ちるんですね、はい、いやどうなんですか。ただそのレギュラーで出てる選手って足速い選手もいるわけですよ、うん、でその盗塁ができてないってことは知ってる、はい、塁出ないと走れないんだよ。あ、そうか。でも打率高いですよ。チーム打率ね、はい、足速いやつの打率は高いんかっていう話。あ、そうか、そういうことかじゃあ足が速い人ね、はい、じゃあ小深田ですね、はい、だから20、まあ、2割7分3厘で盗塁14個してますね、うん、はい。で次で早いところで言うと、じゃあ辰巳選手ですね、うん、で辰巳で言うと2割1分7厘ね、まあ、ルイ出てないもんね。そっか、ルイ出てなかって盗塁9個だから、はい、まあ、それはなかなかできないと。そうですね。でその次に来るのが茂木、はい、まあ、3割1分で盗塁8個。でもそんないつでもできるほど速いわけじゃないじゃん、はい、で次が、田中和樹選手2割4分4厘はい、で盗塁6個、うん、まあ、で田中和樹も途中から出てきたからね、はい、一軍においては。そうですね。で次島内、うん、で8個2連敗でこんな感じだもんね。そうですね。結局はやっぱりね、そので、まあ、めちゃくちゃ速いのが小深田と辰巳だと思うのね、はい、まあ、チームの中ではトップクラス、うん、はい、でなった時に塁出ないから、そう足はね、塁、はい、出てから初めて使えるものだから。塁出ないといくら速くても走れる。だってスタートライン立ってないからね。はい、トップから走るわけじゃないですからね確かにそういうことか。だからもっと塁出る練習をしなきゃいけないんですよ、はい、足っていうのは塁出て初めて盗塁を使えるんで、はい、小深田の14個が最多だからね、はい、そう考えるとやっぱり少ないよね。そうですね、全体的にも、うん、だからそこはもう仕方ないっていうところで、はい、でまあピッチャーでいうとですね、まあ、先発ローテーション、まあ、涌井がね、うん、移籍してきて10勝3敗で2桁っていうところですけど、まあ、則本5勝5敗で岸が3勝0敗と、まあ、それに続く先発ピッチャーがやっぱりいないっていうね。始まる前はもう余るぐらいいると思ってたんですけどね。人はね、人の数はどのチームもいるからね、はい、結果出すやつがどれだけいるかが問題って。そうですね、松井投手もリリーフになりましたし、うん、でここからね、涌井もね、やっぱこう晩年になっていくからどこまで続いていくか分かんないじゃん、はい、やっぱりもう感じで言うとね、もうピークは過ぎてると思う、うん、その本人のね、はい、だからそこがどうなってくるかっていうところで、まあ、今年ねタイトル取るかもしれないし、はい、めっちゃ頑張ってるのはもう認めるけども、うん、一生続かないから、はい、早めに若い世代が欲しいわけ、はい、でここは岸もそうだね。そうですね、ちょ最近怪我がちだし、だから岸、うん、涌井っていうところに未来に向けてはやっぱり不安があるね、はい、ここが落ちていくって、うんうん、で多分松井裕樹もまあ多分もう来年は中継ぎだね、だとこの感じで言うとね、はい、でまあ、もともと中継ぎだったし、うん、則本もやっぱり則本っていうことを考えたら 3.95 防御率 5.5 勝5敗ね。今までに比べてやっぱ今年はちょっと物足りない、うん、だいぶ物足りないし、うん、で塩見、はい、4勝7敗、はい、4.41 と、うん、でその次に出てくる先発ピッチャーが、まあ、いないのね。そうなんですね。じゃあ2軍ではどうやっていうところを見てみると、藤平投手と か, なんか岸投手に習ってこう頑張ってた気がするんですけど、まあね、2軍でね、藤平投手8試合1勝0敗防御率 4.84、うん、まあ、2軍で4点台とかはもう無理、大げさに言うと、はい、あとまあ、近藤投手20試合3勝1敗 2.84、 これも中継ぎだ ね、 うん、ね、鈴木空2軍で一番勝ってるのはね、高田ジャイアンツから来た。ああそうなんですか。4勝1敗へえ。でも 5.89 だから防御率が、はい、ちょっとそこら辺だから防御率が悪いんだよね。だ次の世代があんまり育ってないってことですね、うん、で石橋選手は2軍では防御率 1.78、 ああやっぱ2軍では5試合1勝2敗、2軍ではもう、で鎌田選手が25試合登板、うん、だから抑えがね1敗9セーブ防御率 1.86、はい、先誰ちょっとっけ、高松さん、鈴木空選手とかこれだね、期待の15試合で3セーブ、うん、で防御率 1.06、 後ろの方なのか、うん、だからこう先発がねいないのよ。じゃあ即戦力になりそうな先発いきましょう。先発か、はい、でももう若い、でも俺1位分かってんだよね、
え、分かってんですか、うん、楽天誰行くか。え、なんで分かっちゃったのよ。なんでですか。それは聞いたの。え、それは言えない。え、もう言っちゃう、ここでだ。言ったら変わるかもしれない。え、誰誰誰誰。俺はね、はい、やっぱピッチャーだろ絶対。はい、1位は、うん、100%。 はい、1位はね、はい、ドゥルルルルル。あ、教えてくれるんですね。はい、教える。はい、それは教える。はい、ごめんなさい、止めちゃった。びっくり、止めちゃった。ドゥルルルじゃん、 CM へ。え、入ってるか何個で。え、入れましょう。はい、ということで、はい、今年の、はい、楽天のドラフト1位はこの選手です。はい、あ、予想する。予想いいですか。なかなか発表しないですね。よくあるじゃん、はい、テレビでもよくあるじゃん、チームワードって言ってから。そう、あとこの年末とかのさ、はい、格闘技とかでさ、はい、なんとかなんとかこの後すぐっつってさ、うん、2時間後ぐらいのやつ。いつ来るんだよ、見てるのにってなりますよね。え、じゃあやっぱ左の早川、右の木澤にします。どっちかかな、うん、やっぱいい大卒のいいピッチャー取りに行くんじゃないかなって。どっちさ、右左迷いますね。私そこでしか分かんないんで。じゃあじゃあ早稲田の選手が結構活躍、あ、でも早川投手にします。しますか。はい、発表します。はい、じゃん、楽天ゴールデンイーグルス、うん、1位中森明石商業。あ、高卒の、はい、はい、1位じゃん。はい、多分1位です。あ、1年の夏から甲子園で投げてる150キロぐらいの投げるピッチャー、はいはいはい、高卒いきますか。昨日判明しました。え、なんでですか。僕の取材力で。まあ、でも今まで結構高卒のピッチャー行くことが多いんですよね、うん、1位で。じゃあ何でか言いましょうか。はい、これは昨年のドラフトにヒントがあります。え、昨年のドラフトの7位に明石商業から水上圭選手、はいはいはい、キャッチャー取ってます。取ってます。これの流れは次の年取りますよっていう流れです。そうなんですか。はい、まあ、過去のね、はい、例で言うと、うん、ジャイアンツにですね、はい、あの宇都宮が、うん、敦賀気比で、はい、オリックスがくじ引いて、うん、で拒否して東京ガス行ってっていうところで、あの前年に、うん、あのキャッチャーの、はい、リー選手っていうのを、はい、敦賀気比から取ってるんですよ、うん、開始名で、はい、それは僕が現役の時もいましたけど、はい、でその後ブルペンキャッチャーかなんかになってたんです。今は分かるんですけど、その時に、うん、っていうところで、はい、やっぱりね、翌年つながりっていうのがあるんですよ。へー、同じ高校からバッテリーをそのまま取ろうっていう。そうですね、うん、だから、はい、1位取ってるんで、はい、7位に。なるほど。開始名っていうのは、はい、そういうとこもあったりするんですよ。はい、あ、面白いですね。で2軍で2人でバッテリー組ませて、そっから。そう、あとは環境面もいいじゃないですか。先輩がいるとね、うん、その入ってきた時に、はい、右も左も分からないっていうこともないし、うん、知ってるから、はい、っていうのもあるじゃないですか、うん、1位明石商業中森。なるほど。じゃないのかなっていう。はい、これはもうね、蓋開けてみないと分かんないんで。これ本番楽しみですね、当日。うん、これでもしね、はい、あの1位中森って言ったら、はい、もう爆上がりじゃないこれ。そうですね。すごい。あと、あのちょっと注目ではですね、あの小郷選手っているじゃないですか、うん、弟がドラフト候補なんですよ。そうなんですか。はい、小郷健人選手っていう、うん、あのあピッチャーです。ピッチャー155キロ投げる東海大の。ああ、そうなんですね、はい、俺はもうあのマックスは一切信用してないからね。そうなんですか。そう、二度と出ないかも分かんないじゃん。そうですね、だって陸上選手とか水泳でも自己ベストまで何秒とか言うと、はい、その自己ベスト10年ぐらい切れてない人もいるし。確かに。そんな奇跡の一球、ね、俺はもう、はい、基本的には、はい、マックスは5キロ減、はい、アベレージは10キロ減だと思ってる。はい、だから155キロがマックスだと、はい、本当のマックスは150キロ、はい、アベレージが145キロだと思ってる、はい、ぐらいがちょうどいいっていう。なるほど。だって来年のキャンプ見てみて、もう他も多分また出るから、はい、150何キロって、はい、キャンプ行ってみて出てないから。そうなんだ。いや、でもまあね、弟さんなんで、まあ、でもあるかも分かんないですね、はい、でもまあ楽天は、まあ、やっぱりピッチャーが明らかにいるっすね、はい、で野手はね、正直いますもん、そう、結構そこそこね、だからそのそいつらがどこまで活躍するかだから、うん、そんなに慌てて何かを取っていかないっていう感じでもないですね。だから内野とかでも、まあ、黒川
もいるし、まあ、この方も若いし、うん、ファーストとかで、ね、内田とか、はい、岩見とか、うん、まあ、外野かっていうところもあるし、外野もね、渡辺選手とか大郷とか、うん、そういったあの、まあ、辰巳もそうだし、オコエとか、はい、出てくる出てこないは別として、うん、若い選手も結構いるから、はい、でキャッチャーはね、昨年もキャッチャー取ってるし、うん、まあ、太田とかも若いっていうところもあるし、しかもあの金銭でね、高田選手も取りましたし、だからそこら辺も含めて、うん、野手は、まあ、活躍するかどうかは知んないよ、はい、でも年齢構成のバランス的には、まあ、いい感じでいるから、まあ、いれば取ってもいいですけど、うん、去年、今年のここまでのね、数字を考えると、やっぱピッチャーだね、はい、特に先発、うん、だから1位、2位は、だから多分中森君いくと思う。はい、俺はね、これ勝手に言ってるだけね、はいはい、まあ、でも一応取材に基づいた結論ですね。そうそう、あの去年見てこれあれじゃないかっていうね、はい、うん、で、2位が大卒か社会人のピッチャー、はい、やっぱ上はピッチャーを固めていく、うんうん、だまあ大げさに言ったら3人ぐらいピッチャーでもいいけどね、はい、4人ぐらいでもいいか、うん、もう去年小深田も取ってて黒川も取ってるから、そう、内野を上にしましたからね、うん、うん、で、あとは FA にもよるね。そうですね、 FA 取ってくるのか、うん、これどの球団もそうだけど FA 取ってくるのか、あとはその唐島塩見っていうところの FA の C ランクの選手が抜けるかどうか、はい、もしくはそれ誰か取ってくるかどうかでも変わるけども、はい、だからそこが FA が、ね、終わってみなきゃ分かんないから、はい、でもまあ1位から最低4位までに3人いるね。そのぐらい最低、まあ、どっかに野手挟んだとしても4位までに3人、まあ、まあ4人ぐらい行ってもいいんじゃないのっていうね、野手も取ってるし去年ね、はい、じゃああとはまあ好きな選手って感じですか、うん、そうですね。でもまあ先発ピッチャーはまあ中継ぎもね、うん、いるっちゃいるけど、まあでも先発側の方がちょっと高年齢化してるから、そうなんですよね、先発は特にね、うん、だそういった意味でもまあ先発、あと左がいないからね、中継ぎ、そうですね、そう高梨投手出ちゃいますね、出た、池田がね左で投げたりしてるけど、はい、左の中継ぎもいないから、うん、だから3人のうち最低1人、まあ、できれば2人左、はい、中森右の左、まあ、いればね、いれば、うんうん、でもまあ4人の3人くらいはまあピッチャーの方が俺はいいんじゃないのかなと思いますね、はい、あとはまあいるんで出てくるかどうかは別としてね、はい、あともうチームの底上げを図っていただいて、そうですね、はい、だから楽天はね、うん、1位が誰になるのか注目してください。はい、